え、何するの？リロ人狼。オッケーオッケー。もう一回壁を使おう、最強だわ、壁。人殺すのに最適だわ。ルイソン強いからね。じゃあ、バルキリーやらんといてね。コルトルイソン。コルトパイソン。コルルイソン。あー、D50…デザートイーグルも強いんだけどね、音うるせえから嫌だわ。の、コルトポイスなんか強い。D が違うよ。あ、でも、やっぱり、カブラの、ルイソンのが、強いんだよね。さあ、誰鬼かな？鬼がここにいるな。鬼がここにいるな。カフェラの顔が鬼っぽいけどね。言えますね。おお、ちょっと待って、ね、これ鳥さんね。おお、おお、あ、スレッジ向かいです。相変わらずの、相変わらずのスレッジ向かいです。お、はい、中入りますよ。え、うわ、あれ大輝さん誰？大輝さんどれ？俺アッシュ、アッシュ、アッシュ、アッシュ大輝さんで、鳥さん IQ？あ、了解。あれ、さっき誰だったっけ？チャンさん誰だったっけ？カピタンです。カピタンもう行ってた？もう行った？だか入りました。あ、了解です。とりあえずみんな入りやすいように壁開けとこう。俺も壁開けようかな。やばいやばい、壁ライン大輝さんがついてきてる。ちょっと待って、ちょっと待って、誰かと一緒にいないと危なくしかない、俺。いや、じゃあ、イエガさん、そういう行動しません？おお、イエガさん。それをしだすとゲームバランス崩れるからね。あ、なんで？ああ、おい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 、やばいやばい、マジで申し訳ない、人狼いる、カメラもいる、いや、いや、あの、すみません、すみません、マジでミスター、人狼死にました、2人とも。今、あの、右リーンしようと思ったら、ちょうどスレッチに、あの、ナイフ打ってもうて。そうだ、やさ死んだ、やさ死んだんか、死んだ、そうだよ。まさかそういう終わり方とは。いや、俺スレッチマジ申し訳ない、リーンしようと思ったら普通に殴られた。どうしました、どうしました。いや、あの、イエガーとスレッチです。ここにイエガーとスレッチで。どうしよう、誰が一番最初に死んだ。俺が死んだことになるな。あ、でもあれか。ドローやったら人間の勝ち。あ、じゃあ、あ、そうか、人間の勝ちは優しいな。人間の勝ち、人間の勝ち。で、目撃者ごと殺す。よし、俺メール来た。あ、テンさん。俺メール来たよ。あ、テンさん来た。俺もメール来ましたよ。テンさん。俺もメール。あ、でかいです。あ、さっきメールチャット言って殺しますか。ちょっと待って、動けん、動けん。誰がメール来たって？ヤスさん、ヤスさん来てないよ。あれ？向井さん？怖い怖い、まあ、とりあえず殺すってなってくると思う。ほんまそれで、それがほんまにメール来てる場合あるからな。まあそれもあるし、嘘もあるからね。ヤスさんって誰だ、どこ、どこ、なんて書いてある。ヤスさん、ルーク。オッケーで殺すなよ、俺、俺マジで大丈夫です。あれで俺防衛側を優位にするからね。カゼロニクあれやで、そういうことしだすとゲームバランスほんま崩れるから成立せんくなるね。アーマー切ろ、防衛側切ろ、アーマー切ろ。うわ、俺も欲しいそれ。あ、先着、先着3名。アーマー先着3名やろ。もう壊すよ。あ、壊した壊した。オッケーオッケー。なんで壊すね。うわ、壊すね。まあ、カズくんとりあえず入ろうや。俺らだけでも。はい。俺カズくんと一緒にやるから、俺静かになったらカズくんやで。はい、家族行くよ。俺、逆に俺も静かになったら。あ、いいよ、そういう、あ、いいよ、言っといてもってよ。俺ちゃうで。俺違うから。あ、後ろにおる、後ろ来てる。大輝さん来てるわ。これ俺。じゃあ、で、大輝さん気をつけよ、家族。待って。じゃあ、大輝さん、だって、黙ってひっそり来たで、家族。あ、聞こえた、聞こえた。オッケーオッケー、じゃあ、この狭い部屋入るや、家族。大輝さんと。どこ？いや、それちょっと怖いっすわ、ほんと。あ、でも、いいよ、俺別に。いいよ、俺誰かと一緒にちょっと逃げるっす。違う、俺人狼じゃないからさ、あの、静かになったら死んだってことやで。そうね、俺今大輝さんと一緒。狭い部屋ってどこ？大輝さん、カズくんと一緒やで。 この二人が人狼か、どっちかが人狼かやね、静かになったら。狭い部屋ってどこだ？あ、やばい、はぐれた。
はぐれた。大輝さんが足をやりに行った。大輝さんがちょっと一人で走ってったじゃん。足どこ、足どこ、足どこ、足どこ。あ、おっと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 、大輝さんおった。ああ、怖い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 、ちょっと怖い。大輝さんどこですか。この二人も逆に怖いですからね。エンジン制御装置。大輝さんと俺、エンジン制御装置。やべ、俺一人になってた。地下っていうか、一階か。カズくん、大輝くん、大輝さん走ってたで。カズくん、大輝さん走ってた。上走ってた。待てい、待てい。やべえ。もう難しいから、もうあと人全員殺す。いた、殺すよ。いや、ちょっと待って。カメラが落ちて、カメラが落ちて。あった人全員殺すもん。もう嫌だ。俺降りちゃうけどさ、怖いもん。じゃあとりあえずカメラ殺そうぜ、もう。やめてとりあえずカメラ殺そう。とりあえずカメラ殺そう。そうやって殺せばね、そうやって殺せば。うん、そうそうそう。俺降りじゃないもん。じゃなくても殺せと同じ通りやで。これ誰で。やめて。これ俺。スレッジ殺された。スレッジカベイラ俺ダウンさせたよ。俺人狼じゃないけどちょっと予防するためにダウンさせてやる。俺は何もしてないよ。え、殺すなんてひどい。殺してない、ダウンさせただけ。いや、じゃあダウンさせるのひどい。助けにくれた、助けに来ていいよ。俺人狼ちゃうで。アッシュや、カズくんや。アッシュだ。待った。アッシュや。なんかスレッジに殺された。アッシュや。ハンマーで。アッシュや。スレッジ殴りました。スレッジに殺されましたよ。いや、あれで死んだら喋ったらあかんで。アッシュやろ。残りアッシュ、残りアッシュ。アッシュない、アッシュない、やばい。アッシュがいない、アッシュだけ。今大輝さん生きてる。あとどこ、俺来てますよ。アッシュ、誰生きてる。アイキさんだけか、あと俺と。いや、ルーク、ヤスさん。マジ？あ、ルーク、ヤス。ヤスさんは、あれ？ヤスさんは違うか、参加者か。いやいや、参加者、僕、バルキリー。あ、そっか、トリさんや。じゃあ、とりあえずアッシュをまずやらんと、あれやろ。アッシュ狩りしますか、とりあえず。アッシュ狩りしやんと話が始まらへんもんな。ヤスさん、俺マジで市民なんやな。いや、俺も。じゃあ、アッシュ。俺も。人狼だったら、ルークなんか選ばへんし。足来た、足やるか。もうなんか、銃撃が起きてる。足やる。うわ、弾なくなった。足やったよ。あれ？どこ？野菜来てる？あ、野菜死んでる。足やった、俺。ということ終わってないってことは、大輝さん。待って。俺、人狼じゃないで。しゃ。間違えた。しゃ。やったーだから言ったじゃん、俺鬼じゃないって。さっさと殺しときゃよかった、向井さん。よう喋んだもん、ほんとに。向井さんね、もうずっと喋ってるから、俺タイミング逃しっぱなしやったよ。いや、俺はでも向井さんと思ってたからね。マジでずっとヘッドに置いてたから、俺今。俺決めますか、次。あ、いや、俺負けたから俺決めるよ。オッケー。いや、俺人狼を発揮する前に味方に殺されてるからね。俺今日多分ね、人狼しても相方にしか殺されてない気がする。申し訳ない。俺チャンさんとヤスさんに殺されたから。あ、りましたよ。了解です。俺人狼楽しんでね。始めましょうか。いや、でもね、向井さんはね、ほんまね、早く殺さなあかんと思う。なんでやねん。なんでやねん。むっちゃ喋んだもん、本当に。なんでやねん。タイミングを失うからね、本当に。なんでやねん。さっきもう全然もうタイミング逃しっぱなしだった。ずーっとカズくんと二人でさ、もういつ殺しちゃうかずっと思ってたんだけど。そう。いつやろうかな。いやいやいや、それが市民の。市民の身を守る術やから、それが。俺バルキリーなんで殺さんといてね。あー、俺スレッジです。そうしますか。俺スレッジです。俺 IQ で。やさあ、家が私カピタオです。あー、バニーです。カゼローニ君、俺カメラです。怪しいな、カゼローニ。怪しいぞ。なんで？え？
今何も言ってへんのに了解ですって言ったの、多分メールの返事を了解ですって言ってしょうだやろ。え、何が？え、なんか了解です。何が？了解ですって言った？怖い怖い怖い、出ます。うわー、この二人やだな。俺スレッジです。大輝さんとチャンさんと俺今一緒外で、はい、とりあえず入りません、あの普通に駆け引きなしで入らんと始まらんで、これは絶対悪いよ。了解ですってあれで、あのなんかその下のオペレーター、大輝さんとチャンさん俺と今一緒。あーチャンさん、チャンさん当たるで、大輝さん当たるとこやったで今チャンさん今やばかったで、狙った狙った今ちゃうわ。いや今普通に開けようとしてた。なんで2人見てんのこっち。開けようとしてた。俺別に背中向けれるで。今 IQ と IQ とカピタオと一緒におるから、俺死んだら2人やわ。2人とどっちかか2人かよ。俺別に背中、俺が了解ですって言ったのあれでしょ、あの人のオペレーターのなんか、ね、あーそう俺スレッジ。あちょっとカメラ来た、カメラ来た、大輝さんカメラ来た、こいつカメラ来た。なんで俺のことそんな疑われるの。ちょっと大輝さん俺ここで座っといて、もういいや、もう角で芋る、ここにここに今押しといていいんじゃん。あーもうまたここにいるし、TV 私にも見えてますからね。あーそうそう、チャンさんは、あそっか、うわーなんかこの3人って時一番怖いんだよな。え、じゃあ俺チャンさんソウル、チャンさんと大輝さんで行く、俺一人でもいいよ。林さんで行くんか。チャンさんどこ。チャンさんが消えた。あった、チャンさんおった。皆さん鬼お腹撃ったぞ。あ来た、カメラ来たよ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 。なんでなんかそんな疑い。俺了解ですって言ったのは人のオペレーターのなんか誰かが、あのとりあえずカメラ要注意やぞ。ちょっとカメラ要注意やぞ。要注意やぞこれ。ちょっとカメラ要注意やな。もういや、あ俺降りちゃう。カメラ要注意。もういや、あれもう外であれ嫌だ。おお、バルキリーはちゃうやね。あ、違います違います。いや、さそこ銃出てますよ。なになんでなんでなんで。あ、そうなんや。ちょっと電話で無言になります。ちょっと、はい、引いて行けば銃出てないですかこれで。あーそこ見えないですね、見えないですね。 IQ 誰だ。 IQ ですよ。てかこの流れってことは俺ヤスも大丈夫だと思うんだよね。うん、ヤスさん大丈夫よ。あ、また人いるし嫌だ。あ、これで疑われて俺が。あ、電話から戻りました。向井まだ生きてます、はい、電話から戻ってまだ生きてます。はい、今 IQ と一緒です。大輝さんと一緒です。はい、今フレッチと一緒です。はい、はい、ちょっとでもほんまそろそろ2分やで。炙り田さんとさあれじゃない、炙り田さんとやる、これでヤスさんじゃない、動きが何もないとちょっとあれやし。チャンさんの声がない、ね、チャンさん、チャンさん死んだ。チャンさん誰とったやろ。チャンさんカメラにやられたか大輝さんにやられたかどっちかかな。待った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 。いや俺だって大輝さんとカメラ取って俺一人はぐれて電話しとったからさ。いやカメラ、カメラっぽいな。なんかいろいろいるな、もう嫌だっこ。カメラっぽいな。なんで俺なの。ちょっと一応大輝さんダウトやで、容疑者と一人やからな。悪いけどそう、チャンさんと一緒におったって意味では容疑者と一人やから。チャンさんって誰。最後バルキリーカピタを人やった人。いや大輝さん、大輝さんもし人狼じゃないと言えたら俺の前に常におってよ、背中向けて。でさ、2人で索敵してたよくない。そしたら最後に殺されるでしょこれ。いやそれ分からんけど壁、いや俺市民やからさある程度はあれやけど、とりあえず壁いら。え、トリさん生きてんねやったっけ今。ビビった。生きてます。え、4人ちゃん、大輝さん、え、ヤスさんは。俺とヤスさん死んでる。え、ヤス生きてる。あ、生きてる。ちょ、5人生きてんのか。残り1分です。ということは、壁イラか壁イラかまあ俺の中では大輝さんもダウトやから。いやそうでしょ、その2人だろう。向井さんと大輝さんでしょ。中にやんじるや。いや、俺はちょっとでも本当に人狼探さないかんて。チャンさんと、チャンさんだけやね、そうしたら今死んだのって。あお、壁ラ、壁ラ、壁ラ、これ壁ラ、壁ラ、やっぱり壁ラ、壁ラ、絶対壁ラ、壁ラやる、壁ラまずやる。いた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 。カメラをまずやろう。カメラ、カメラ、カメラ、カメラどこ。あっ、IQ殺されてる。
あっそうやりきれなかったやりきれなかったあ、壁平はノーマークだったな。ドローですね。一番最初に死んだ人だです。ドローか。チャンさんまだ生きてましたよ。あれチャンさん生きてたんや。生きてる。もうミュートにしてただけやと思う。チャンさんなんて誰？あれか。俺とじゃあチャンさんが俺か。バルキリー支配。ああ来てないな。あ、これ来たって言ったけば来てないと思うのか。あーったなじゃあ、じゃあ殺そう。殺そう。はぁとりあえずカメラ。とりあえずカメラ。なんかいつもカメラ使わないから。俺、アッシュでーす。あー、スレンジでーす。向井スレンジでーす。俺、カプカンでーす。俺、カメラでーす。カメラやねーか。やっぱりカメラやねーか。ねえ、なんで膝殺すのとか、黙っとけってことか。今度こそ向井さん怪しい。怖い、うん、そろそろねそろそろ怖い。あー、順序的に俺から。向井さんか誰かわかんない。順序的に俺か。やっさんが逆にやるとすると、スレッジ。向井さんって誰ですか？スレッジ、スレッジ。さっき誰が支配になったんでしたっけ？僕カズくんかな。あれカズくんがアッシュか。アッシュっす。あれカピタオは？ちょっと待ってな。カピタオがナミ、あ、チャンさんか。とりあえずこの3人で動く。押したらちょっとチャンスさんも怖いな。でもまあ、でもとりあえず入らんこ。ここでまず撃たれたらもう攻撃2人やから、ね。チャンさん、なんでない、まあ、とりあえず入ろに。とりあえず入ろ。登ります。あ、僕ですか？いや、俺違うとこ入るわ。怖い。あ、いいよ、そしたら俺一人。あ、これ、チャンさんはさっき降りでした。チャンさんと僕が降りだったんで。これで私階段登ってこうされたら、もう帰って。あ、いて、落ちた。落ちた、落ちた。ん？チャンさんどこだ？え、落ちました。とりあえず、誰、俺、落ちて合流してしもた。コンさんでもなんか大丈夫のような気が。俺落ちた、下落ちた。びっくりした。ごめんなさい。支配人。ごめん、間違えた。あれ、鬼はね、グレで開けようと思ったら間違えた。R2 とグレを。俺カプカンだよ。あ、危ない、びっくりした。支配人びっくりした。支配人びっくりした。怖かった。めっちゃ怖かった。俺の画面いっぱいに支配人の顔が。今俺、支配人。俺今カメラてるよ。俺スレッジでーす。俺スレッジ。カメラ？はい、俺でーす。誰だ今の誰だ？カピタオさんの子だじゃん。ちょっと待って、今誰が生きてるか確認しよう。一緒にやったから。1分半経ったでさ、ちょっと確認しように。30秒経ったで。俺生きてまーす。誰？カプカ。アオトさん。生きてます。スレッジ生きてまーす。カズオリ生きてます。カピタオどこだ？地下かな？カピタオどこ行ったやろ？カピタオは誰だっけ？カピタオチャンさんか。はい、カピタオチャンさんでアッシュ。チャンさんはね、一緒にさっき鬼やったから信じれるんだよね、少し。なんかさすがに1回鬼は入るでしょ。何それ、一回やったから信じられるの？向井さん、なんかさすがに。俺ちゃうって、じゃあ俺一緒にしたかっただけやって。え、なんかチャンさん死んだ。チャンさん死んだ。音的に SM 死んだ。嘘。え、チャンさん死んだ？え、チャンさん死んだ？さっき誰かいたぞ、撃てたの、俺ところ見たぞ。スレッチだな、スレッチ、スレッチ。嘘、マジで？スレッチだ。あ、スレッチ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 に殺された。あー、早く、あー、死んだ。鳥さん、どこだ？鳥さん、殺してやるぞ、鳥さん。向井さんか？鳥さん、殺してやるぞ、もう。もう殺してやるぞ。そろそろもうあれですよね。絶対鬼動いてますよね。動いてるね。殺すぞ。殺してやる。鳥さん勝負だ、お前。一騎打ちだ、やろう。いやだ。死を消する時が来た。鳥さん、私も生きてるんでまだ。うわあ、クソ。やべ。21か。やばい。21や。鳥さんを先に。鳥さんを先に殺す。殺してやる。俺は一人。痛い。
俺は一人でもやる。これが痛い、これが、これが痛い、痛い。あ、そっか、あれか、トリさんのトラップに引っかかるんや、防衛と攻撃を受けてるで、そういうことか。俺も食らうな、トリさんのトラップに。そうですよ、人質の周り行くと。やべえ、やべえぞ。チャンさんとトリさんを殺さねばならん。あと誰生きてるんだ。さっ。ダッシュしたやりますね。なんか審判で向井さんがいて。トリさんどこだ。トリさんどこだ。僕は地下ですな。地下か、地下か。僕は天井でした。天井か、どっちだ。そう、そう。どこだ、どこだ。トリさんどこだ。お、ドロー。うわー、くそ探しきれなかった。なんかスレムちゃんのこと最初に言うから鬼だと思ったんだけど、なんかね、鳥さんと向井さん人狼、ね、あ、ジョーさん入ってた。そうそうそう。え、誰が逃げてたの。チャンさんやろ。あ、チャンさんやった。人間全員死んだ。あ、死んだわ。だから完全、俺を完全勝利だと思ってて。人狼の勝ちや。イエーイ。黄金コンビ。誰通りで俺ら二人だけ通った。向井さんがやり合ってたから、向井さん人狼なのかなと思って。やり合ってない。最初からやり合ってないです。やり合ってないです。いや、もう上手。いや、でも同じところから来て、マジでコンビネーションが。あれ、勝ち合わなかったのかなと思ったんですよ。本当に勝ち合ってないですね。うん、勝ち合ってない。どこにいるか分かんなくて。ちょっと痛い痛い。私自分で魚掘ったですね。